23世紀終盤の巨大隕石落下により自然環境が悪化し、それによって野生動物が絶滅してしまった地球。高度に文明化された都市にいたおかげで絶滅の危機を免れた人類は、他の生き物を復活させるべくレザレクションプロジェクトを計画実行した。レザレクションプロジェクトとは、近年開発されたタイムマシンで過去から動物の DNA を採取し、そのクローン体を過去の自然環境が再現されている超大型の箱庭の中で育成するというものである。計画の一環として開発された新生物ムピの活躍もあり、数年後には野生動物は順調に復活していた。そしてレザレクションプロジェクトで使用されなくなった機材は一部の工事家たちに買い取られ、超大型の箱庭装置を使用して様々な地形を作ったり、その中に DNA から作った動物などを入れたりと、金のかかる道楽として広く富豪の間に浸透していった。そしてそれは大地を育てるガイアブリーディングとして競技会が開催されるようになった。動物のみならず地域そのものを作り上げることは難しく、この競技会で優勝したプレイヤーには世界中からの称賛の声、そしてガイアブリーダー最高位のマスターブリーダーの称号を授かることができるのだ。